それでは今回は疑似要素について勉強していきたいと思います。疑似要素というのは一体何なのか、確認をしていきましょう。疑似要素というのは、疑似要素とはですね、要素とは動的に発生する、事象を、要素としてセレクトに使うこと、使うことというか、使うためのものですね、セレクターとして使うためのものになります。ということで具体的にはどのようなものがあるかというと、例えば、まだ訪問していないリンクとか、訪問済みのリンクとか、あとは、フォーカスされているとか、マウスポインターが乗っている、とか、その他にも、たくさんあります。ここでは、これを例にしてご紹介していこうということですね。実際にどのようにして書いていくのかというのもここに、紹介していきましょう。例えばまだ訪問していないリンクはリンクという表現を使い、訪問済みに関しては visited というのを使います。そしてフォーカスされていることについてはフォーカス、そしてマウスポイントが載っているということについてはホバーというものを使います。具体的な書き方ですが、書き方というのはコロンを書いた後に、続けて疑似要素を書くというふうになります。具体的に見ていきたいと思います。今回このようなものを用意しました。リンクのところをちょっと注目しておきましょう。リンクはここのハッシュ A というものが2個あります。こことここは同じです。ですがこちらはハッシュ B、 そして下はハッシュ C となっていて、全部バラバラなところを示しているというのが一つのポイントになっています。実際にはこのような、ものができていて、このような状態ですね。ここと、ここ、これがハッシュ A に向かっているというものになります。ではまずですね、リンクの、まだ訪問していない、リンクについてやってみましょう。まだ訪問していないリンクは、リンクというのを使うという話をしました。リンクという疑似要素でした。そして、そこの文字はですね、クリムゾンにしてみましょう。赤くなるはずです。これを保存してみてみます。するとまだ訪問していないところばかりなので、すべて赤くなりました。これでですね、まだ訪問していないリンクというのができました。ではこれを、例えばここを訪問すると、今同じところだった部分は両方とも訪問済みになりました。ブラウザが、紫にするという視点を持っているので、ここでは紫になっていますが、これではちょっと不便です、不便であったり、あるいは望ましくない場合もありますので、ではこれに加えて、訪問済みというのも入れてみましょう。訪問済みは、コロンの後ろに、visited でしたね。そしてカラーを、わかりやすいようにグリーンにしましょうか。こうします。そして、こちらに戻って更新してみます。すると緑に変わりました。訪問済みなので緑に変わっています。今回の例であれば、リンクに関わる、部分なので、必要ない場合も多いですが、実際のところはですね、この、コロンから書き始めるということよりも A タグの、何々という形で書くことの方が実際には多いかと思います。さあ、それを踏まえてですね、今度は、A タグにもしマウスカーソルが乗っかったらということをやってみましょう。ホバーでしたね。その場合には、例えばテキストデコレーションをなん、つまり今下線が引かれているのをなしにしましょうということです。今すべて下線が引いてありますが、マウスが乗っかった時にはなくしてみましょうということをやってみます。すると更新したらこのようになって、乗っかるとこのようにして
下線が消えるということができます。ですのでこのようにして、マウスが乗っかった際にどうしたいということを指定してあげることもできるわけですね。例えばこういったところに、バックグラウンドカラーで、ライトグレーとかっていうふうにしてあげるとこのようにもう少しはっきりと乗っかっている場所を示してあげることができるということも、場合によっては便利になるかもしれません。ではこれに対してですね、フォーカスというのも使ってみましょう。フォーカスです。フォーカスでバックグラウンドカラーを、イエローにしてみます。保存して更新してみましょう。このままではよくわからないかもしれませんが、このようにフォーカスを当てていってあげるとその背景が黄色くなっているのがわかるかと思います。このようにして、選択されている、このような選択ではなくて、エリアとしての選択ですね。これタブキーを押して切り替えていますけれども、このようになった時に対象にするというような場合にフォーカスというのは使われます。例えばフォームの場合にはですね、フォームの中をクリックするとフォーカスされた状態になりますので、このような際に使われる。そうすることでどこに入力しているのかはっきり見せてあげることができます。これも場合によっては非常にユーザーに対して優しい作りに使うことができると思いますので、ぜひ覚えておいてください。というわけで今回は疑似要素について勉強をしました。